こんにちは、フェルナンドの旅チャンネルにようこそ。中米縦断の旅はパナマまで行きます。今日はトゥルムからベリーズシティの移動です。飛行機の便を探しましたが適当なのがなく、バスでの長距離移動になります。それではどうぞ。3月3日トゥルームの宿で朝食をいただきます。ここの宿、カンクンからのツアー客の休憩所になっています。バスターミナルまでタクシーにします。なんといっても30ペソです。女性の運転手さん、メキシコで初めて見ます。トゥルーム8時半のアーデオのバスです。チェトウマルに行き、そこで乗り換えてベリーズシティまで行きます。深夜初のベリーズシティ直行便もありますが、若くはないので昼の便にします。昨日来たムジル遺跡の前を走ります。チェトウマルまでまっすぐの快適な道が続きます。車窓からの景色は大きな変化はありません。トゥルムからチェトウマル、国境を越えてベリーズシティに向かいます。約3時間20分でチェトウマルに到着しました。ベリーズシティ行きはアーデオのバスではないと言います。この小さなカウンターで申し込みますが、料金は直接ドライバーに現金で払ってくれとのことです。450ペソだというが、もう現金がありません。それと出発は15時15分です。3時間も待ち時間があります。歩いて15分くらいのところに大型スーパーがあります。 ATM で普通に現金が出ました。お昼をマクドナルドにします。日本のどこかの風景と同じです。日本ではこういう類のお店にはめったに入りません。そもそもハンバーガーなるものが好きでない。サラダにしますが、なかなか出てきません。ちょうどいい時間つぶしになりました。2時過ぎにアーデオに戻ります。アーディオの歴史のパネルが展示されています。これがベリーズシティ行きです。アーディオのバスではありません。いわゆるコレクティボで、乗客は私入れて3人です。ベリーズシティに行くにはまずメキシコを出国します。ここで出国税を取られます。300ペソというが、もうメキシコペソ持っていません。20ユーロで通してくれました。次がベリーズ入国です。パスポートの一番下の丸い青のスタンプはベリーズのです。その上のピンクはキューバのです。判券を返してくれました。国境を越えている部分の写真はなかなか撮れません。ベリーズ入って初めに目につくのがサトウキビです。なかなかうまくサトウキビ畑を撮れませんでした。サトウキビを運ぶトラックがこのミニバスの前を走ります。サトウキビを落としています。約3時間でベリーズシティに到着しました。もう6時です。宿は市街の手前なので、そこで降ろしてもらいました。ベリーズシティの第一印象はちょっと古びた町でしょうか。裏道をまっすぐ宿に向かいます。ホテル予約サイト booking.com の評価で 6.8 と意外と低いので、どんなホテルか戦々恐々です。実は Google マップの星のところと場所が違います。青の点が実際の場所ですが、
これだけ違うだけでも人に聞いてしまいます。受付も感じがいいし、部屋も普通です。窓が通路側なのが残念です。でも市外の一等地のホテルはとても高くて泊まれません。今までのキューバ、カン君の時間から1時間針を戻します。本来なら7時ですが1時間得します。早速 ATM に向かいますが現金出ません。ここのスーパークレジットカードが使えます。ベリーズのビールを飲んでもう寝ます。いかがでしたか。旅は永遠に続きます。明日はゆっくりベリーズシティの散策です。ご視聴ありがとうございました。